まあ数あるパンフレットの中でなんとなくここがいいなって思ったところで選びました。そうですね、その頃ちょうどカリスマ店員とかって言葉が流行っていた時期で、そういうのに憧れてファッション系を選びました。すごく意外だったのは計算をすごくするっていうことでしたね。パターンとかもこういう風に服ができていくんだっていうのは面白かったです。キャロをちょっとやった記憶があります。でも面白かったのはやっぱ縫うのが一番面白かった。構成が、はい、面白かった。2年の時にモデルさんやらせてもらったりとか、2年でも体験させてもらって、それは楽しかった楽しかった方が、はい、多いです。興味があることはどんどん何でもファッション以外でも挑戦した方が私はいいと思います。なんかその中にこれからやりたいことにつながったり、あ、これはいらないなっていう判断ができるので、いろいろチャレンジしていってほしいと思います。